大相撲の宮城の親方、元横綱、白鵬が3日、東京都江東区にある転籍先の伊勢ヶ浜部屋へ、佐世保夫人や間垣親方、元幕内、石浦らと共に出向いて伊勢ヶ浜親方、元横綱、朝日富士に挨拶した。宮城の部屋は元幕内、北西方による暴力事件の影響で部屋の無期限閉鎖。 所属する力士や親方ら全員の伊勢ヶ浜部屋転席が3月28日の理事会で正式に決定。引っ越し作業は今月7日に完了する予定という。宮城の親方らはこの日、伊勢ヶ浜部屋に約1時間半滞在。師匠としての再教育を行う立場の伊勢ヶ浜親方からは、全国回って親御さんに会ってきなさい。と 弟子たちの親に対して部屋閉鎖のいきさつを自ら説明して回る、謝罪案や、に出向くことを命じられた。自身の部屋が閉鎖されて、伊勢ヶ浜部屋の、部屋付き、となった宮城の親方は、一生懸命頑張るとも言えない状態ですけど、と複雑な心境をとろ。続けて、ひと日ひ日頑張るという思いです、と言葉を絞り出し、先行き不安な中での再出発へ前を向いた。